日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。はい、こちらミスタードーナツの新作サクサクドーナツ3種類そしてレモネード2種類をいただきたいと思います。今回もネットオーダーで確実入手するためにやったんですが、ネットオーダーはイートインには対応していないのでこういう風になっちゃうんですよね。ちょっとそこのところどうにかしてもらえませんかねって言っても贅沢か。ではチャンネル登録よろしくお願いします。では一番先に取れましたクロッカンシュードーナツ、ちょっと生地がもろいかな。あもう怖い怖い怖いけどビビってられませんのでいただきます。ではクランチオンメリング、もっちり肉ザクザクが加わるとどうなるんでしょうね。今までも何度かありましたけどこれは期待を向けるね。では、はい、続きまして白いシュードーナツ、チョコとはまた違うのが中身はカスタードですね。チョコはホイップだったからやっぱりその辺も違うのかな。では、ラストはレモネードミッション、確かこっちがフローズンでこちらがノーマルですね。ではレモネードはもう一気に飲んじゃいます。締めくくりいきますよ。2022年のコラボ第2弾はどうかしら。楽しめた？美味しかった？はい、カリカリとしたクランチの香ばしさや食感、心地よい音が気分を楽しくさせてくれました。もちろん美味しくもね。でクリームもしっかりとコクがあっていいなぁ。で、さらにポンデリングはし、もちもちにカリカリが加わることで別の食感になってる。最初に食べたチョコドーナツ、うまい。まず、今回育てたクランチの部分についてなんですけど、どれもカリカリとした音と食感がしっかり感じられて、噛むたびにその心地の音が口の中で広がってきてよかったですね。通常のミスタードーナツに乗っているクランチとは全く違いました。このクランチって通年販売してほしいですけどコラボ商品なので難しいですよね。でそれを踏まえた上で最初のチョコドーナツはチョコレートの甘さとホイップクリームのさっぱり感が割とシュー生地ドーナツと合っていて美味しかったです。割とというと失礼か。でポンデリングはもっちりとした弾力とカリカリとしたクランチがこれまた心地よい食感を口の中に届けてくれました。ですが最後に食べたノーマルシュードーナツのカスタードのコクがとても今回は印象に残りました。ただ通常のカスタードクリームよりも本当に卵のコクが強くてそれがクランチと合わさって余計に印象に残るんです。なので今回はその最初に最後になるノーマルシュードーナツが一番美味しかったのでドーナツの代表として5点とさせていただきます。このカスタードクリーム他のドーナツでも食べたいな。でさらに最後のレモネードですけど一つ訂正します。黄色がノーマル、白がフローズンのドーナツが反対でした。黄色がフローズンで白がノーマルです。でフローズンの方は割とまろやかでシャリシャリとした食感も楽しめて美味しく飲めましたが、レモネードの方は結構こうノーマルさ、なんか炭酸のシュワッと感が強くて、喉も乾いたし今の時期は水分補給も大切なのでと思って目新しいドリンクだなと考え注文したんですが少し考えが甘かったですね。まあこれは完全に自分が炭酸が苦手というだけなのですが、まあ爽快感もありましたので飲んでみてもいいとは思います。おすすめは断然フローズンですけど、というわけでレモネードの方はフローズンをおすすめとして4点とさせていただきますね。それではご視聴ありがとうございます。今回もごちそうさまでした。そしてご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。